こんにちは、ひろちゃんです。はい、今回はですね、以前からねちょっとコメントとかメッセージとかでもなんていうかな、リクエストをいただいてたウィッグをちょっとかぶってみようかなと思います。でもそんななんかちょっと高いウィッグは買えなかったので、ドン・キホーテで売ってたねその安いウィッグがあったんで、それをねちょっとかぶってみようかなと思います。もう中身は取り出しちゃったんですけど、今回はねこちらでございます。フワミディロングって書いてあるここに。はい、ボブとかねあったんだけど、ボブはあともうちょっと頑張ればそろそろボブになれそうな気がするんで、まだ先かなまだ先かもしれないけど、ボブはまだちょっともう少し行ったらね現実的なところに入ってこれるかなと思うので、もうちょっと長いやつ、ね、もうちょっと長い、そうここまで行くのは相当時間がかかると思うので、で今回はちょっと長いのを買ってきてみました。はい、ドン・キホーテでねウィッグは買ったんだけど、ウィッグのネットが売ってなくてしょうがないんでね、ちょっと近くのスマークで、スマークっていうねそのなんかイオンみたいなモールがあるんですけど、そこでウィッグのネットを買ってきました。これを買ってきてみました。でもウィッグ被るの初めてだからね。あとねついでに終わっちゃったんでね、はい、普段使ってるクレンジングのフォームも買ってきました全然関係ないけど、このクレンジングフォーム結構いいですよ。なんていうの、こう中にツブツブが入ってるんだけど、結構ね洗っててその粒々がこうゴリ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 ってなってて結構気持ちいいです。はい、ウィッグのネットを出しました。なんかねこれ一番最初伸ばすの、伸ばして使った方がいいっていう話なので、これをねなんかこうパンパンってこう伸ばして使うといいらしいんですよね。一回こうパンパンってやって、え、なんだっけ、縫い目があって、その縫い目があってね、この縫い目を後ろに持ってくるっていうふうに言ってたかな。なかなかね初めてやることに関しては難しいですよね。これで伸ばしてとりあえずかぶって首まで持ってくると、この太いのを前際まで、取れちゃった、ピアスも取れちゃった、ファンデーションだらけになってるし、再チャレンジ、おう伸ばしも入れて、あ、一回これ持ち上げた方がいいんかな、こうやってね一回全開でオールバックみたいな感じにした方がいいかな。これでやってみよう。全然まとまんないんでちょっと水つけてきました。やばい、めっちゃメンズだ。こういう風にするとオールバックにするとやっぱねメンズ感増しちゃうんだよね。よいしょ、これで被ってみよう、なかなかウィッグ被るって難しいな。よし、耳までやって、これも全開、
あ、ここに鏡あるから鏡見てるんだ。で、これをこうかぶりますと。はいはい。で、耳は最後に出す感じ。耳だけをうまくここから出しますよ。おおお、結構うまくいった今回は。うまく耳だけを出します。お、オッケー。これで準備万端でございます。ちょっと止めるものがないので、ここは止められないですよ。で、今回買ってきたのは、ほら、あの長いやつなので、こんなんなんですけど、ちょっと髪の色が金パッパすぎた。笑わないでね、その、あまりに似合わなすぎても、笑わないでね。よし。よいしょ。ここを、センターを合わせて、よいっと、かぶると。あ、なんかこれじゃあれみたい、笑点の笑点のなんか歌丸師匠みたいな感じになっちゃってる。はい、一応こんな感じになりました。っていうかね、なんかむしろね、男感が増しちゃったような気がするんだけど、っていうか金髪すぎるからちょっと色変えるね。こんな感じなんですけど、一応つけてもみました。なんか合わないな合わないな、なんかとことん合わないんだけど、このロングが頬骨隠したらいいんかな。どうやったらこう髪の毛長くても合うのかな。こうなんか顔のデカさがすごい強調されちゃってるんだけど、弱ったね。耳出した方がいいかね、私の場合。こう、こう、こう。でも、すごいエラが張ってるのが分かっちゃうね。なんか今と大して変わんないんだけど。こう、縛った方がいいの？っていうか、なんか、短い方が短い方が合う気がするのは機能性？片っぽこうやって出すみたいな感じとかの方がいいかな。こう、こう、こんな感じで。で、この辺にちょっと少しこういうのを残す程度。こうはどうだ？髪の毛食べちゃった。初めてウィッグつけるんでね、そのうまくいかないのはちょっと勘弁してください。こういうのはどうでしょうか。こっち側もあった方がいいかな。こう少し、この辺にこう残しいの、こっちもこう残しいの。横で、あれ？ゴムあったっけ？あったあった。こんな感じはどうでしょう？ちょっとありすぎかな、こここんな感じ。ちょっとウィッグを買ってね、つけてみたんですけど目に入る、目が痛い。なんかボブ買ってきた方が良かったんじゃねっていう今更なんだけど、ボブ買ってきてかぶった方が良かったんじゃないかなと今ちょっと後悔してます。ウィッグ被るの難しいっすね。っていうか、あのね、ボブか何か買ってくればよかったと思うんですけど、
あーめっちゃ白飛びしてる。こんなもんかな。ウィッグ被るの難しいですね。とりあえずちょっと初めてウィッグを被ってみたんですけど、はい、あとね、長髪は合わないなっていうのがなんかすごく分かった気がします。はい、なんか短めの方のがなんか良さげじゃない？なんか長いのよりもなんか短いのって言ったらいいの方がなんかいいような、まあ私の個人的な意見なんですけど、なんか短い方のがさっぱりしてていいんじゃないかな。だからあってもこの辺くらい、まあ、ほんとボブとかだよね。ここまで長くなっちゃうとなんかちょっと合わないような気がしてなりません。とりあえずね、今回はちょっとドンキで売ってたね、安いっつっても4000円ぐらいするからね、まあそこそこするんだけど、その安いウィッグを買って、つけてみました。失敗しました。今回は失敗したっていう、もう手でもう失敗したまんま、はい、動画は作ってあげちゃいますけど、はい、ちょっと自分なりにいろいろ頑張って練習してみたいと思います。ではでは、よかったら次の動画も見てね。